お前たち、無事か？どうしたのじゃねえっつの。お前らこそどうしちゃったわけ？スカラビアに監禁されてるなんて、メッセージが届いたと思ったら、メスも、ツアも通じなくなって。ああ、そういえば、こいつらにも連絡しとけって言ったっけ？役に立たないとは思ってたけど、本当に全部解決してから来たんだぞ。はあ？こっちはな、扉が開いてないから魔法でワープできなくて、公共の交通機関乗り継いで学園まで戻ってきたんだからな。よくわかんない。この楽しげな様子を見る限り、危機的状況ってわけじゃねえぞ。別に、実家にいてもゲームくらいしかやることなくて暇だったし。いつでもメッセージしてこいと言った手前、無視もできないだろうな。素直じゃねえ奴らなんだぞ。